はい、どうも哲学とです。今回はですね、シーズン10バトルパスの方が、なんとかねランク40まで到達したんで、ちょっとねコスメティックの方を、もらっていこうかなと思います。いやー、どんな感じなのかな。おお、錬金術の光合成アーマーというところで、お、こんな感じですか。ちょっと待ってくださいね。コスメティック錬金術の光合成アーマー。おお、なんかちょっと海賊みたいな感じですね。マスクとこんな感じかな。あ、なんか豪華な感じでいいですね。久しぶりの顔出しコスメティックというところなんで、そこもちょっといいとこかなと思いますね。はい、じゃあそうですね、せっかくなんでエルダーリフトちょっと一回回してみましょうか。まあもう気づいたらね、シーズンのコスメティックも10着目というところで、まあなんだろうな、クラス共有じゃないんで、私は基本的に一番自分が好きなネクロマンサーでずっとねコスメティックの方取得してるんですけど、まあ、ここは共用になるとね、なお嬉しいなってとこありますね。やっぱり期間限定だけど、まあ最近は転職してプレイすることも増えてきてるんで、まあ、それも考えるとね、せっかくだったら、他のキャラもやりたいなってとこありますね。よいしょ。ちょっと紫っぽい感じなのかな。なんか宝石が結構キラキラしてるのいいですね。青が。色はこんな感じですかね。なんかエリートがあまりいないですね。あ、いたいた。まあ、結構ね、強化バトルパスの方、まあ、ノーマルの方も、おすすめなんですけど、ポータルが気に入った場合はね、ポータルの方もね、やっぱり、買うとね、結構違うので、買ってみてほしいなと思いますね。そう。確かね、これ、ポータル今どうなってるのかな。ポータルもなんか、かなりね、そんなに頻繁に使うわけじゃないけど、使うときさ、お、やっぱ課金のやつは違うみたいなときあるんで。まあ値段が1600円違うので、まあ悩まれてる方も結構いるかなと思うんですけど、なんだかんだでそうですね、火力課金はしないけど、バトルパス課金だけはするみたいな方もね結構いらっしゃるみたいな、ぜひね購入してみてほしいなと思いますね。はい、そうです。2400円が、コレクター版で、800円が、普通のバトルパスという感じになってますね。
まあランクの方もね、あと日数的にはあと2週間になっちゃってるんで、ちょっと今からゼロから貯めるってなるとね、大変かなと思いますけども、まだ全然ね、間に合いますし、あとね、ランクアップの方もね、まあ有料ですけども、できるので、まあ、もしね、まあ、今回の、まあ、コスメティック手に入れたいなっていう方はね、購入の方を検討してみてほしいなと思います。はい、それでは動画の方を見てくださってありがとうございました。哲学とでした。